セルキー、またはセルキー族は、スコットランド、特にオークニー諸島やシェトランド諸島の民間伝承に語られるアザラシから人間の姿に変身する神話上の種族。普段は海中で生活しているが、陸に上がるときはアザラシの皮を脱いで人間と化すると言われている。脱衣した皮を島民が盗み、海に戻れなく困っている女性を敷いて妻とする。 白鳥乙女の伝説型の衣類婚姻炭が多い。また男のセルキーを愛人とした女性の雇用や噂話も記録されている。アザラシ女の伝承はアイスランドやフェロー諸島にも健在し、アイルランドにも若干の例が見られる。オークニー諸島ではセルキーと呼ばれる場合が多いが、セトランド諸島ではこうしたアザラシ人間をマーマンやマーウーマンと称する記録例も見られる。 特に、オークニー諸島やシェトランド諸島に、その伝承が強く残されている。男性のセルキーは、非常にハンサムな姿で、人間の女性を誘惑することに長けているとされる。そして彼らは決まって、漁師の夫の帰りを持つ妻のような、人生に不満を抱いているものを探す。人間の女性の方から、男性のセルキーと会いたいならば、海に七滴の涙を落とさなければならないとされる。 また、もし人間の男性が女性のセルキーが脱いだ皮を取ってしまうと、彼女は男性の言いなりとなってしまい、妻となるしかなくなる。彼女らは妻としては完璧であると言われるが、彼女らの本当の住みかは海なので結婚してからも恋しそうな面持ちで海を眺めていることが多いと言われる。また、取られた皮を見つけると、彼女らは海にある本当の家や時には、 セルキーの夫の元へと直ちに戻る。話によっては、セルキーの乙女が人間の妻とされ、数人の子供を儲けることもある。このような話では、子供の一人が川を発見し、セルキーは直に海へと帰ってしまう。セルキーは普通人間の夫と再び会うことを避けるが、子供たちに会いに戻ってきて、波の中で一緒に遊ぶ姿が描写されることもある。 セルキーが登場する話は多くが秘伝物語である。自分の愛する人がセルキーだったとは知らないままに朝起きるといなくなっていたという話もある。他の話では人間がセルキーの川を隠してアザラシの姿に戻れないようにする。セルキーは一人の相手と短い時間しか一緒に過ごすことができず、その後はすぐ海へと戻らなければならない。 そして人間が皮を隠したり、焼いてしまったりしない限りは、その後7年間は人間と接触することができない。フェロー諸島においては、セルキーもしくはアザラシズマの伝承には二通りの筋がある。フェロー諸島のケアルソイ島のミクラダルールに住む、ある若い農家の青年が、ある日海辺へ、セルキーの踊りを見に行く。彼は、美しいセルキーの娘の皮を隠し、 海へ戻れないようにして、自分と結婚することを強いた。彼はその川を棚にしまい、その鍵を昼夜肌身離さず持っていた。ある日釣りへと出かけているとき、彼は鍵を持ってくることを忘れたことに気づく。そして、家へ帰ると、妻のセルキーは子供たちを残して海へと逃げ帰ってしまっていた。後日、彼は狩りへと出かけたときに、逃げた妻の夫のセルキーと二人の息子のセルキーを、 殺してしまう。そして彼の妻だったセルキーはミクラダルールの男たちにあるものは溺れ、あるものは崖や坂から転落し、彼らの亡骸が手を繋ぎてあるそい島を囲むことができるほど多くの者が死ぬまで復讐し続けることを決意する。アザラシの皮を脱ぐ海辺のセルキーゴードンボックのピーター・カガンと風には アザラシの女性と結婚した漁師のカガンが登場する。カガンは妻の生死を振り切って年末の危ない時期に海へと出るがひどい嵐にあって家へと戻れなくなってしまう。カガンの妻はアザラシの姿へと戻ってカガンを救うが再び人間の姿にはなることはできず、カガンと気づいた幸せな家庭へと戻ることはできなかった。シェトランド諸島に伝わるいくつかの話には 真夏の時期にセルキーが島民を海へと誘い、魅了された彼らは二度と陸へと戻ってこなかった、というものもある。セルキーに類似した伝承は、ウェールズにも存在するが、内容が少し異なり、ここでは、セルキーは海へと戻った人間である。アディアンロッドの第一子であるディランはマーマンであったり、海の精霊であったりし、話によっては、生まれて、すぐに、海へと戻ってしまう。 アザラシに変身する人間は多くの文化の民間伝承に登場する。スウェーデンの伝承にもセルキーと同じような生物の記述が存在し、また北アメリカのチヌーク族にもアザラシに変身する男の子の話が伝わっている。近代医学の発達以前は多くの身体的異常は治療ができず、奇形を持った子供が生まれた時は陽性のせいにすることも一般に見られた。 アウターヘブリディーズのマックコードラム科では遺伝的に指の間に角状の危険が生じ彼らの手は水かきに似た形をしていたその説明として彼らは自分たちを漁師とセルキーの夫婦の子孫だと言ったため彼らはアザラシのマックコードラム屋として有名になった民話研究者古物収集家であるスコットランド人のデイビッド・マクリッチーは スコットランドに初期に渡った人々が、フィンランド人やサーミ人の女性とおそらく出会い、そしてさらには結婚し、彼女らが着ていたアザラシの皮でできたカヤックや衣服を見て、彼女らをセルキーだと誤認したのだろうと述べている。他にも、セルキーに関する伝承は、フィンメンの目撃を誤って解釈したことから、生じたのだという可能性を指摘する者もいる。 犬イイトの服とかヤックはいずれも動物の比較で作られており、どちらも水分を含むと浮力を失うため乾かす必要があった。そして彼らがその服を脱ぐ様子や岩に置かれた川の横に寝そべっている様子を見てアザラシから人間に変身する能力があるのだという迷信につながったのだと考えられている。他の説としては難破して岸へと流された スペイン人の漆黒の髪がアザラシに似ていたのだというものもある。人類学者のーアスビオーオン・ジョンが実著で述べたように、セルキーは歴史した人の魂から超自然的に生じたと伝えられていることを示唆する強固な伝承の体系が存在する。セルキーやその他のアザラシ人間に関連した物語としては、バラードのザグレート・シルッキー・オブ・スライス・スケリーや映画のフィオナの海がある。 ノーラ・ロバーツ著のスリーシスターズアイランド三部作では、三姉妹の一人の魔女がかつて、セルキーを愛し、彼の川を隠したことがあった。彼女は多くの子を産んで彼と幸せに暮らしていたが、ある日彼は川を発見してしまい海へと帰らなくてはならなくなってしまった。そして彼の愛を失った悲しみに、彼女は崖から身を投げてしまう。映画。 フィオナの海ではローン・イニッシュの島の近くで祖父母やいとこのいいもんと暮らすことになった少女フィオナが描かれている。ローン・イニッシュにはセルキーが住んでいると噂されており、またフィオナの家では昔から彼女の弟は幼い頃に連れ去られてセルキーに育てられたのだという話がある。スーザン・クーパーチョの C ワードでは主人公の女の子カリーが自らが受け継いだ。 セルキーの能力を自覚し、受け入れて、セルキーの皮を探すようになる。カリーは皮を発見し、皮を手に持って、海に飛び込むことで姿を変えることができるようになる。彼女は、セルキーの手を持って生まれ、肌が荒れており、通常数日で治るような傷でも感知に、数週間かかってしまっていた。これにもかかわらず、カリーは小さい時彼女の手のひらを傷つけてしまう、木登りが好きだった。 また、彼女は神話に連なるものとして、他にも、石に変えられてしまったウエストを救うために羽を用いて、鳥を呼び出したように、魔法を使うことができる。アン・マッキャフリーチョのパトビーシリーズの主要人物の一人であるショーンは、セルキーである。彼はアザラシに変身して、近年テラフォームされた惑星において、海中の洞窟を探索する。カナダのテレビドラマ、 ロストガールのシーズン2のエピソード7では、セルキーの皮を多く収集して、彼女らをナイトクラブのダンサーとして強制的に働かせているクラブオーナーが登場する。2010年公開、ニール・ジョーダン監督のアイルランド映画、オンディヌーミベの恋人では、コリン・ファレル演じる釣り人が網にかかった女性を発見する。実は、セルキーである、この女性は、 釣り人の船の上で歌い出し、途端に何百匹もの魚が網にかかるようになる。これはいつもなら起こり得ないことだった。釣り人は女性に住む場所を与え、彼の娘に合わせるが、娘は女性の正体がセルキーであり、人間として生活するために川を海の中に置いてきたのだと気づく。アイルランドのアニメ制作会社のカートゥーンサルームは2014年に、 セルキーの伝説に基づいた長編映画であるソング・オブ・ザ・シー会の歌を公開した。アイルランドの歌手カレン・ケイジーは2000年にシール・メイデン、エーセルティック・ムシカルと題するアルバムを発表した。アメリカの歌手フランク・ブラックが2005年に発表したアルバムハニカムにはセルッキー・ブライドという歌が収録されている。歌手トーリエモスが2014年に発表したアルバム。 アンレペンタント・ジェラルディンには、セルキーという歌が収録されている。アメリカで制作されたのモープ・ギャット・ベンテア・リック・ウェスト・ワールズでは、アザラシのモンスターとして、セルキーが登場している。作家、ソフィア・サマタールの短編小説、セルキー・ストーリーズ・アー・フォール・ルーザーズは、母親が、セルキーである主人公によって語られるという形式を、とっている。この作品は高く評価され、 2014年のネビュラ賞、短編小説部門、9号賞短編小説部門、英国 SF 協会賞、そして世界幻想文学大賞において最終候補に残った。スコットランドのインターネット上の放送シリーズ、カレドニアには2人の男性のセルキー、ドリアンとマグヌス・グレーが登場する。ありがとうございます。